パウル・エッカーは第二次世界大戦時のドイツ空軍のパイロットであり、武装親衛隊においては卓越した戦場での戦功や軍事上の功績を挙げた者に与えられる騎士鉄十字勲章を授与された親衛隊中尉である。パウル・エッカーは1916年11月26日にオーストリア帝国シュタイヤーマルクで生まれた。1935年6月に高等学校を 卒業すると事務員になる訓練を受け、1938年にドイツ空軍に志願するまで事務員見習いとして働いた。エッカーはすでにグライダーのパイロットであったため、爆撃機パイロットへの転換訓練を受け、第51爆撃航空団に配属されユンカース187に登場した。ユンカース187を護衛する JG27 のメッサーシュミット BF-109。 エッカーは第二次世界大戦の開始を KG51 のパイロットとして迎え、ポーランド進行作戦に参加した。その後メッサーシミット BF-109 に登場する戦闘機パイロットとして第27戦闘航空団へ転属し、フランス進行作戦とバトルオブブリテンに参加した。エッカーは112回の作戦行動に出撃して3回、撃墜され何機かの撃墜を記録したが、 エースパイロットではなかった。最終的にエッカーは、英仏海峡上空で撃墜され、頭部に重傷を負ったことで、飛行任務から外され、地上勤務要員へと転換された。ダスライヒ師団のティーガー愛戦車1941年5月に、エッカーは、武装親衛隊に志願し、対戦車訓練を受けた。基本訓練の終了とともにエッカーは、 ダスライヒ師団のオートバイ大隊に配属され、後に第 2SS 装甲連隊第8中隊に転属した。エッカーが戦車指揮官としての見事な腕前を発揮したのは、キエフの戦いで戦車28両、対戦車砲14門、その他車両40台、8個の砲台を撃破した時であった。1943年2月の 第3次ハリコフ攻防戦ではエッカーは65、両目の敵戦車を撃破したが、彼の中隊はほとんど一掃され戦闘終了時には、わずか2両の戦車しか残存していなかった。1943年10月にエッカーは、第 102SS10 戦車大隊、第1中隊のティーガー戦車小隊の指揮のために、転属し、同大隊は D デー後に、ノルマンディに送られた。 112地点の戦いでエッカーは14両の戦車と4門の対戦車砲を撃破した行で、騎士鉄十字勲章に推薦されたが、その代わりにドイツ十字賞金賞を授与された。エッカーの大隊は、ノルマンディでの戦闘でほぼ完全に壊滅し、1944年9月に再編成のためにドイツへ呼び戻された。ゼネラーゲルに駐屯した大隊は、 第500に SS10 戦車大隊と解消された。1945年、エッカーは、新衛隊将尉に昇進し大隊は、東部戦線へ送られた。エッカーは、シュテッティン周辺の戦闘でさらに19条の戦車を、撃破した。1945年4月にエッカーは、新衛隊中尉に昇進し、臨時に第一中隊の指揮官となった。また第九 s s 総工軍の指揮官。 フェリックス・シュタイナーから騎士鉄十字勲章を授与された。戦争末期の状況からこの勲章は仮に授与されたものではあったが、騎士鉄十字勲章助勲の資格は1945年4月28日付で、ハインリヒヒムラーと陸軍元水、ビルヘルム・カイテルにより承認されており、これは騎士鉄十字勲章助勲者協会からも認められている。1945年5月3日、 エッカーは113両目となる戦車を撃破し、7番目に戦火の多い戦車エースとなった。エッカーはベルリンの戦いを切り抜け赤軍な包囲網からなんとか脱出したが、対戦での九度目の負傷となる腕の重装を追った後にエルベ川で前進してくるアメリカ軍への降伏を余儀なくされた。パウル・エッカーは二年半の間捕虜として収容され、1 9 4七年十一月に 釈放された。民間人としての生活ではエッカーはスポーツリポーターとなり2007年7月10日にユーバー人間ンンで死去した。パウルエッカーをさらに詳しく知るための発展資料。ありがとうございます。